21勝15KO1敗、 KO 率が 71%、 WBA のチャンピオン渡辺二郎です。 WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン114パウンド3/4タイトルパヤオブーン。プロに入りまして17戦16勝10KO1敗、 KO 率 62%、 WBC チャンピオンのパヤオであります。さて、ジャッジが紹介されております。アメリカのルー・フィリポさん、世界戦が24回目、そしてディック・ヤングさん65歳、世界戦53回目のベテラン。イタリアからマルセロ・ベルティニさんで62歳、世界戦が39回目。レフリーは採点はしませんが、アメリカのリチャード・スティールさん40歳、世界タイトルマッチ28回目、4試審判はいずれもベテランであります。さあ原田さん、はい、まずこの試合の見どころを一つ聞かせてください。そうですね、渡辺君がですね、やっぱりこれ僕はペーサー戦いだと思うんですよね。プンタラってもですね、足を止めて引くですね。だプンタラとはジャブがしつこいように左出ますからね、その左うまくかいこもって渡辺君の右フックストレートが当たればですね、この早い回にダウンということも考えてますね。はい、世界ジュニアバンタム級最強の男は果たして渡辺かパヤオか、いよいよこれから第1ラウンドのゴングが鳴ります。さあゴングが鳴りました。注目の第1ラウンド、サウスポースタイルの白いトランクスに赤いベルトライン、大阪帝拳の渡辺二郎、一方タイで現在唯一の世界チャンピオンパヤオ・プーンタラット。第1ラウンドの動き、両選手の作戦、こういったところが大変に注目される見どころであります。今朝10時の計量で、おっと左のストレート、早くも渡辺のオープニングヒット顔面を捉えました。パヤオは非常にスピードのあります、そしてシャープなボクシングを信条としているアウトボクサー。このパヤオが今朝10時の計量で4分の3ポンドオーバーして、30分後にオートミーのストレート、ちょっと距離がありましたが、しかし小林さん、はい、パヤオの右のパンチ伸びましたね。そうですね、これと左の返しが怖いんですけれどもね、今左のフックを打たなかったですけどもね、はい、非常に怖いですね、この右のストレート、左のフックですね。そのウエートオーバーも原田さん、小林さんはさほどパヤオには影響がないだろうというふうに話しておりました。第1ラウンドであります。1分15秒を経過します。 WBA のチャンピオンと WBC のチャンピオンによる真の世界一決定戦。左のフック、これです、これが怖いパンチであります。今度は右のフック、渡辺二郎、これは原田さん、はい、パヤオの左のフックか渡辺の右のフックか、これがやはり勝負の決め手になりそうですね。そうですね、でパヤオのですね、あのストレートですね、はい、あれから返しが怖いですね。小林さん、はい、WBA のチャンピオンの渡辺選手の距離の取り方はどうでしょう。今のところはいいですね。ただですね、大きな振りをしないことですね、はい、みたいにですね、中途半端にしないことですね、入るなら入る、そしてババンと打って左右に動いて離れるとかね、はい、いいのストレート、長いパンチ、これはよく見ておりました。渡辺二郎軽くかわしました、ボディーブロー落ちます。これは嫌なんですよね、上下上下とね、よく打ち上げてますからね、はい、渡辺の右のフックはかすかにかすりましたが、クリーンヒットになりませんでした。しかし本当にこう緊迫の戦いですね。小林さん、あっと左のストレート、右のストレート、パヤオの右ストレート顔面を捉えました。一発一発に非常に威力があります。パヤオが速い勝負を仕掛けてくる、渡辺が出ます、今度は逆、あった、左のストレート、打ち合いになりそう。第1ラウンドから、さあ残すところあと15秒であります。第1ラウンド、あっと左のストレート、これは効いた、渡辺打たれます、渡辺打たれた、
さすが世界チャンピオン WBC。 ファヤーの強烈なパンチ、なかなかスピードがあります。原田さん気持ち良いですね、ファヤーは。さあ第1ラウンドどうでしょう。このラウンド原田さんは10対9、小林さんは10対9でファヤーを取りましたね。第1ラウンド終わりました。小林さん、はい、タイでのですね、はい、この試合の掛け率が、はい、渡辺が2対1で有利というふうに出てるんだそうですが、ね、あ、そうですか。この第1ラウンドを見る限りどうですか、小林さんは渡辺がワンポイント取られましたね。そうですね、後半のですね、はい、ファイアのクリーンヒットですね。渡辺の左のストレート、顎を捉えました。それはあまり強打ではありません。原田さん、はい、WBC のチャンピオンのパヤのボクシング、第1ラウンドを見て大体感じがつかめたと思うんですが、どうでしょう。いや、非常にですね、怖いですね、はい、では非常に打ち合った時はですね、お互いに打ち合ってきますしね。ただ僕左フックと右フックですね、あれはねちょっとね気をつけないとね、タイの一つのね、はい、そのキックやってますからね、肘打ちみたいな感じでこう落とすような感じなんですよね。あれ普通まともに食うと怖いですからね、はい、WBA の世界チャンピオンの渡辺二郎。小林さん、はい、渡辺にどうでしょうか。こういう大試合ということで気負いというのはないでしょうか。試合前までだいぶニコニコしていたんですけれどもね、はい、やはり今もおっと右ストレート、それとですね、先ほど右ストレートを受けてですね、渡辺君の左の頬ですがちょっと腫れてるんですよね、はい、赤くなってますけれどもね、まあ、今はリラックスしてると思いますけれどもね、上がる前からやっぱりね、最初の一段で少しピッとしたんじゃないですか、はい、決まりがね。いや、これはやれるな、やるなっていうことでね、試合は第2ラウンド、なんとか前半にポイントを取りたいと言っておりました渡辺でありますが、さあ思い切ったパンチの交錯であります。スピードでは渡辺の方が圧倒的に速いんではないかとよく言われますけれども、しかしなかなかパヤは速いですね。右ですよね。長いパンチを繰り出します。パヤをプンタラットよくサウスポーに対してですね、はい、右を使ってますね。よく研究してますか、はい、予想以上に長いリーチが伸びるような気がしますね。そうですね、今日なんかねそういうような感じを受けますね、はい、さあこれを渡辺がどういう風に迎え撃ちますか。第2ラウンド、第2ラウンドもあと1分を切りました。レフリーのスティールさん、ボディーブロー落ちました。右のボディーブロー、なかなか強烈ですね。強烈ですね、はい、いいボディブロー落ちます。試合運びがやっぱりねうまいですね、はい、うまいって、それでボクシングに対しての早速ですね、上下上下の攻撃ですね、はい、これよく出してますね。あっと右のストレート、強打を放ちました。早尾プンタラット WBC のチャンピオン。渡辺はなんとか得意の右のフックを決めたいところ。早尾が下がります。じわじわと渡辺が追います。左のフックを打ちます。早尾、これは空振り、要注意の左フック。右を当てました。右を当てました。パヤオ、今度は左を当てたパヤオであります。なかなか強いパンチを打ちます。渡辺も第2ラウンド積極的に前へ出ました。このラウンド原田さんの回転は10対10、小林さんも10対10です。さすがに世界チャンピオン同士の一戦らしく緊迫のラウンドが続いておりますが、ここで両コーナーにおりますレポーターにちょっとレポートしてもらいます。赤コーナーの一丁田さん、はい、今ですねしきりに言っていることはもっと体を動かせということですね。それからですね控室では左をフェイントに使って右のフックを打つ練習を特に重点的にやっていたんですけども、はい、ここでもやはりまず仕掛けて、そして打たせて、その後を取れ、それをしきりに指示しています。一方パヤ側の芦澤さん、どうです。はい、ソンポップマネージャーはね満足げにうなずいてるんですよね、ええ、ただねディフェンスの点で守りの点で顎を素早く引くことを忘れるなということをしきりにセコンドが叫んでます。どうですか、この今の両コーナーの指示。全くその通りじゃないですか。パヤはですねやる打った後どうしても顎が下がりますからね、はい、そこ渡辺君のやっぱりいいパンチが入ったらですね、これはね怖いと思います。試合は第3ラウンドに入っております。WBA と WBC の世界チャンピオン同士の一戦。左のストレート、渡辺思い切って一歩踏み込んで左のストレートを打ちました。渡辺二郎、ファヤオの背中からかなり汗がにじんでおります。
渡辺のパンチをかわした WBC のチャンピオン。しかしパヨってのはね、あの武器見せ冷静ですね、はい、非常に冷静ですよね。じっとも睨んでいてですね、右のストレート、どうやらこのパヨのいきなり出す右には慣れたようですね。渡辺はそうですね、でもあの上下に来る打ち上げの怖いですね、はい、あれはね、あの上がダメだったら下に来る、あれがちょっと念もありますね。かなりの両選手の間に距離がありますね。そうですね、この距離はパヤオの距離でしょうか、渡辺の距離でしょうか。渡辺じゃなくてパヤオですね。パヤオの距離ですか、はい、左のフック、これは肩でかわしました渡辺二郎。渡辺君もですね、パヤオ同様にですね、渡辺君のジャブから左のボディを打ったのも、後ろのボディを持ったね、はい、パヤオがかなりあの振りが思い切った大きな振りになってますが、そうですね、そこだからあの打ち終わったところをうまく渡辺君のパンチが出るといって面白いですね。渡辺の顔の頬のあたりがかすかに擦り傷のようなものができております。第3ラウンド、大きなパンチを打ちますパヤオ、うまく下がって距離を取ります。 WBC のチャンピオン渡辺が距離とタイミングを測っております。リングの中央、まあ、相手側のアトキンソンコーチがですね、これはパヤオのイギリス人の特別コーチなんですけれども、両選手とも非常にクリーンボクサーなので、最高の試合になるだろうというような話をしておりました。さあ渡辺は突っかけた、冷静にかわしますパヤオ。一発一発に非常に力のこもったパンチを打ちますパヤオ・プーンタラットです。入ってくる渡辺はあの、できるだけ前半でパヤオにパンチを振らせて疲れさせたいというようなことも試合前言ってましたが、かなり大振りで打ってきますねパヤオが。そうですね、あのだからもう少しですね、セコンダー言ってたように渡辺君もフェイントかけて入ったらいいんじゃないかなと思いますね、はい、第3ラウンド終わりました。第3ラウンド、小林さん原田さんともに10対10であります。さてそれでは前のラウンドの渡辺の攻撃をご覧いただきましょう。右から入りました、左の服を返されてますね、返されてますね。なかなかいいタイミングでパンチを打ちます、パヤオ・プンタラットですね。やっぱりさすがのね、今夜のこのタイトルマッチ、 WBA のチャンピオンの渡辺がパヤオの持ちます WBC のタイトルに挑戦をする形で行われております。従いまして、この試合は渡辺が勝ちますと BABC の統一チャンピオン、一方のパヤオが勝ちますと WBC のタイトル2度目の防衛と WBA のチャンピオン渡辺を下した真のチャンピオンの評価を得る、こういうことになります。場内がかなり熱くなりました。この大阪城ホール、観衆は満員であります。第4ラウンド、今日の大阪地方が最高気温が34度、今日もまた3日続きの真夏日というふうに言われております。場内クーラーが効いてはいるんですが、しかしリング上は場内の熱気とともに次第に温度が上がっております。このラウンドはパヤオが前進します。渡辺は打たせるつもりでいるんでしょうか、渡辺はできるだけパヤオに振らせるつもりでいるんでしょうか。 WBA のチャンピオン渡辺二郎がサウスポー。渡辺のスピードはどうでしょう原田さん、今日はスピードはですね、はい、いいですよ、はい、そんなになくないんだ、いいですよ。一回転しましたが、これはダウンを取りました。ちょっとバランス崩したところですね、力でねじった感じですよね。そうですね、大きく1回転しました。そういえば、もうずいぶん昔になりますが、このフライ級のタイトルマッチで大場正夫選手が5度目の防衛戦でタイのチャチャイチヨノイ選手にいきなりその大きなロングミニフックですね、これでダウン取られたことありましたが、何かこうずっとパヤオ選手は秘密練習をしてきましたが、何かこう秘密兵器のものがあるんでしょうかね。やっぱりこの試合で、ね、左のストレート渡辺、公開練習では、ね、ロナウド左フックですね、それから右はもう言わせてましたけども、やはり右のストレートはね伸びますね、非常によく出してますよ。非常にタイミングがいいパヤオのボクシング、それと振りの思い切りもいいですね。そうですね、思い切り打ってますよね。しかしこれはクリーンヒットしておりません。渡辺はできるだけ振らせるつもりのようであります。相打ちを狙ってるんですか渡辺は。ちょっと手数が少ないですね、
やはりフェントをかけてですね、どん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 あの左右にいつも動きますよね、はい、面ぐらした方がいいんじゃないですかね。このペースだとやっぱりパヤのペースで戦ってみたいですね、はい。放送席高尾さん、はい、渡辺コーナーはやはりね、パヨの大振りを見て、今ロスさせる、そういう作戦出てます。渡辺がちょっとグラッとしますね。このラウンド2度目であります。こういうでも当たらなくてもこういう形はするんですよね。頭を抑えてのアッパーカット、これは反則、これは反則であります。パヨ2度頭を抑えてアッパーを打ちました。左のフック、パヨの得意の左のフック。ここでゴング、おゴングの後打ちました。ちょっとこれは渡辺聞いたようですね。このラウンド原田さんの採点は10対10、小林さんの採点は10対9、あ、両方ともパヤオのラウンドですね、はい。それでは第4ラウンドのパヤオの攻撃をご覧いただきましょう。あ、これは左の足が引っかかってまして渡辺がバランスを崩しました。さあ試合はこれから5回目、パヤオプンタラット。本当に今朝の計量の失敗がですね、嘘のような顔してますね、原田さん。多分にね、こういう僕はね、計量のその前の記者会見で顔を見てもですね、はい、非常に悪かったんですけども、で今日の計量ですね、顔色いいんですよね、だからあれ目いっぱい食べたからね、今日の計量でもね、オーバーでも落ちたと思うんですよね、そういう面でさ、動いたことが書いてどう出るか分かりませんけども、非常に、まあ、先ほど言ったようにさほど関係ないんじゃないですかね。試合は第5ラウンドを迎えております。中盤、 WBA のチャンピオンと WBC のチャンピオンによる真の世界一決定戦。ここまでの採点はわずかにパヤの方が優勢という感じのラウンドが続いております。放送席の高尾さん、はい、WBC チャンピオンの、ね、パヤオサイドなんですけどね、はい、先ほどのその大振りという話ね、マネージャーはね、そう心配はないって言ってるんですけれども、スラットトレーナーはやはりもう少し小さく鋭く振れということをインターバルの間に言いましたね、はい。渡辺の手数がやや少ない感じの第4ラウンド、そしてこの第5ラウンドであります。まあしかし渡辺二郎も過去に6度タイトルを防衛した本当に頭脳派のボクサーですからね。ローブローの注意、おう、相打ちですね。必ずでも打ち返しますね。どういうふうに作戦を立てておりますか。 WBA のチャンピオン渡辺二郎、地元の大阪でのリングであります。パヤオが距離を取っております。踏み込んでワンツー、しかしこれはかわしております。渡辺二郎、渡辺が右フックを打ちましたが左フックを返しました。かなり思い切って踏み込んでまいります。パヤオプンタラット、左のフックはストレート、そして右のフック、根性という点では渡辺二郎はなかなか人に負けません。どうもパヤオの左足がですね、渡辺が右に回るときに足に引っかかるようですね。ちょっと外に外にありますからね、はい、ちょうどサウスポートを押すというのはそういう感じになりますよね。だからずるい人はあれは足を踏んづける場合もありますからね、はい。WBC のルールで12回戦で行われておりますこの試合、試合は第5ラウンド。パヤオが攻めますが渡辺うまくかわしております。お左のフック、強い左のフックを打ちました。パヤオ、今度は渡辺の右のショートフック当たりません。左のストレート、渡辺が追い、パヤオが下がる。しかし怖いパンチを打ちます。パヤオプンタラットでやります。第5ラウンド終わりました。このラウンドは10対10の互角であります。では第5ラウンドの渡辺のパンチをご覧いただきましょう。左のフックですね、ストレートに近いようなフックを打ちました渡辺二郎。どちらかというと渡辺二郎はこれまでの世界タイトルマッチ、ポイントで先行をして逃げ切るというスタイルの試合が多かったのでありますが、今晩のこのタイトルマッチはむしろパヤオに先行をさせて後半に巻き返す作戦か。渡辺の右のフック当たりました。
中盤から後半にかけて勝負をしたいというふうに言っておりました。 WBA のチャンピオン渡辺二郎、白いトランクス、サウスポースタイル。一発一発に威力を込めますが、しかし渡辺これうまくかわしました。どうですか、クリーンヒットはしてないんじゃないですか今の。そうですね、入ってません。ただ渡辺君で攻撃してなくて、やっぱり相打ちになった方がいいですよね。渡辺君打とう打とうと思ってんでしょうけどね、はい、なんかここまでなんだとなんかキーばっか先走ってる感じで、手数がそのまま出てないですね。とにかくファヤオの方は特に左は要注意ということを前々からこう言われてはいるんですが、思い切って打つ右も怖いですから、両方のパンチがやはり怖いですね。そうですね、ストレート本当に怖いですよ。渡辺が左ストレート2発決めました。やっぱりなんか力が入ってるような感じも受けますね、渡辺君は。おそらくこのリング上の暑さというのはファヤオにとりましてはタイでの 冬ぐらいの気候でありましょうか。渡辺にとっては夏はあまり得意ではありません。試合は第6ラウンド、まもなく1分30秒。渡辺の右ストレート、小林さん、はい、渡辺としてはですね、はい、このパヤオの距離をどういう風にして詰めた方がいいんでしょうね。やはりじわじわと行きたいんですけどもね、その前にパヤオの右ストレートが来たりですね、うっから入ってくると左フックですね、はい、ですから今みたいなやっぱり渡辺君を思い切って踏み込むことですよね、それもいきなりです、もう奇襲戦法みたいなね、その戦法がいいんじゃないかと思うんですよね。お互いにリング上の駆け引きが続いております。フェイントをかけております両選手。第6ラウンド、おいいボレーボロ。ただ渡辺君のパンチっていうのはやっぱり今日は単発ですね、はい、一発で返しがないですね。第6ラウンドもあと40秒になりました。渡辺の右軽く当てました。パヤオがちょっと手数が減りましたね。そうですね、ちょっと見てんじゃないですか、渡辺はこの試合に備えまして特に右の服はもちろんのこと、左のボディアッパーを練習しておりましたが、しかし相手が元気なうちはなかなかボディは打てないというふうに言っておりました。おそらくそれは後半これからだと思います。さあ渡辺が前を詰める、ボディブロー、おっとちょっと渡辺がよろけました。渡辺よろけた、さあ勝負になるか打ち合いになるか。第6ラウンド、思い切ったパンチの交錯が打ち合いになるか。ここでゴングであります。なかなか強い両選手、第6ラウンド終わりました。それにしても壮絶な世界チャンピオン同士の戦いであります。歴代の世界チャンピオンがこのリングサイドで見ておりますが、さあその打ち合い、渡辺グラッとしましたね。歴代の世界チャンピオンがリングサイドにありますが、それでは今日の試合の模様など印象をですね、今井アナウンサーに聞いてもらいましょう。どうぞ。はい、まず白井義雄さんに伺います。白井さん、今までの戦いぶりどうですか、両選手。ちょっとですね、渡辺君がね、後手後手に回ってですね、ちょっとカウンターされてるんですね、これがちょっとやっぱり良くないですね。今ちょうど半分終わったんですけどね、6回今終わったんですね、長いからやっぱりもう一人頑張らないといけないですね。いやいや、フリート、はい、で、小熊昌司さんはどうご覧になりますか。そうですね、今見てて白井さんが言われた通り、やっぱちょっと不利ですよね。そうですか、はい、まあ、今後の、奮起に期待と。そうですね、はい、渡辺二郎が、はい、ありがとうございました。渡辺が左のまぶたを切りましたね。左ですね、そうですね。これはチャベス戦の14ラウンドに切ったところがまた切れたと、こういう感じでしょうか。6度目の防衛に成功した渡辺でありますが、しかしその時に右の目をカットしました。左の目をカットしました。その傷が切れております。さあ打ち合いになりそうだ。ファヤオ冷静。今の段階ではやはり WBA のチャンピオンが仕掛けようとするとうまくカウンターを取ってくるという WBC のチャンピオンということですね。そうですね、渡辺君もですね、やはりこれで見張ってないで渡辺君の方からやっぱり仕掛けていった方が、先手先取った方が僕はいいと思いますよ、はい。高尾さん、はい、左目の傷なんですけどね、上小泉さんの話によりますとチャベスで来たところだそうです。あ、そして心配なのはやや深いということです。なにわのど根性渡辺二郎、第7ラウンド後半に入りました。これからの残るラウンドをどのように戦うか。左のストレート、渡辺。しかしこのパヤオは気が強いですね。打たれると前で飛んでいますからね。
一発打たれたら下がるんじゃなくて中入ってきますね。このチャベスと、パヤオという選手は、とにかく2度、初防衛戦の時はエスパダスに第7ラウンド右のストレートで、ダウンを取られて大の字になってるんですが、まあ、顎は決して強くないというふうに聞いてるんですけどもね、気は強いですね。そうですね、あの方から見てもですね、さほどあの強いとは言えませんけどね、やはりいいパンチ蹴ればね倒れますけども、はい、気はやっぱり強いですね。一発打たれたには3発返そうっていう感じですね、はい。このラウンドもパヤオが構成、渡辺の先ほどのクリーンヒットが一発ありました。渡辺にはまだ今日連打が見られません。ワンツーを打ちます。 WBC チャンピオンパヤオ、現在ただ一人のタイでの世界チャンピオン、もちろん渡辺も日本でただ一人の世界チャンピオンであります。どちらが勝っても世界タイトルを一つ失う国があります。渡辺攻める。高尾さん、はい、パヤオサイドですけれどもね、先ほどあの ダウンの話がありましたがね、ええ、やはり左のガードを下げるなということを盛んに言ってますね。なるほど、インサイドで打ち合いになったんですがね。さあ渡辺攻める。渡辺距離を詰める。これは渡辺の距離であります。依然としてしかしパヤオのパンチもなかなか健在。ここで第6ラウンドのゴンが鳴りました。このラウンド原田さん小林さんは共に10対10ですか。はい、10対10でやります。それから第8ラウンドに入ります、目の治療をしております。左のまぶたがパックリと口を開いております WBA の世界チャンピオン渡辺二郎選手。試合はこれから第8ラウンド、早くもパヤオは立ち上がりました。左側が吉井清定権事務会長。第8ラウンドゴンが鳴りました。問題はしかしまだまだこれからの勝負ですね。原田さん、そうですね、あの渡辺君もですね、入ったらですね、やはり入ってったほうが入って逆にチャンスがありますね、ただこのパイオはまだうまいですからね、この自分の距離ですか、はい、入ってくると一歩バックステップして、で今日なんか渡辺君ね、やっぱり力が入ってる感じがありますね、手数が返しがないですね。だから多分に僕らも経験あるんですけども、調子がいいと思うとリングに上がるとですね、なかなかこの力が入ってバック入って相手のいいペースに捕まれちゃう場合がありますからね、そんなような傾向ですね。なるほど、もう少し細かく細かく1、2、3、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 
WBC のチャンピオンのパヤオですがね、小林さん、はい、どうですか。いやね、非常にね、カットワンツー、簡単はうまいですよね、うん、それとやっぱり自分の強度で戦ってますよね、はい、ですからそういった意味で渡辺君が踏み込んできてもですね、空振りさせてもすぐ一発食ってもですね、すぐまた打てるんですね、はい、打ち返すことができるんですよね。カヤオは、カウンターとそれから距離の取り方、はい、はい、来ないと思うと自分から来てね、入って来ると思うと自分でバックステップしながらカウント取りますからね、非常に嫌じゃないですか、だから中途半端な攻めだったらいかんと思いますね。渡辺としてはなんとかそのパヤオの足を止めたいんですよね。そうですね、だから僕は右のストレート、左ストレートですから、はい、ジャブからの、ボテーはね、打ったらいいと思うんですけどね、なかなか今日はそれで渡辺君の右ですか、右やっぱ右引くのあれもちょっと出ませんね、はい、第8ラウンド、まもなく2分になろうとしております。ここまでのラウンドは27歳と年齢が1歳半若い WBC のチャンピオンがわずかにポイントリードという感じの放送席、渡辺の右、左に揃えて、渡辺の距離になってはいるんですが、ちょっと手が出ません。左のボディストレート、そして左のストレート顔面へ、おっと打ち返しますね。しかしね、このボディブローのアッパーはね、はい、意外と効いてるんじゃないかと思うんですよね、渡辺君にとってね。いいですよね、ボディはね、本当に。おっと今度はパヨが眉間を切りました、切りましたね、パヨが眉間を切りました。渡辺が左の目、パヨが眉間、
左右の連打、さあ早尾が勝負に出るか、早尾が勝負に出るか、早尾勝負に出ます、ここでゴング、早尾が勝負に出た、ここでゴング、このラウンドは早尾がワンポイント取りました。それでは第8ラウンドの終盤、早尾の攻撃をご覧いただきましょう。本当に気の強い選手ですね。打たれれば必ず打ち返すという感じの早尾。試合はいよいよこれから9回目を迎えます。 WBC のタイトル防衛と真の世界チャンピオンを目指す早尾、一方 BABC 両方のタイトルを統一したい渡辺、リング上で火花を散らします。第9ラウンド、とにかく渡辺二郎のファンとしてはなんとかあの得意の右のフックをね、顎の先端に決めてもらいたい、こういう気持ちでいっぱいでしょう。放送席の高尾さん、はい、今気になる採点を聞いてみたんですがね、日本人記者席は、渡辺のリードはありません、はい、大体3ポイントから4ポイント WBC チャンピオンのパヤをリードというふうに出してますね。そうです。それからタイのね BBTV の中継席に聞いてみたんですがね、アナウンサーがもう立ち上がって興奮してしまいましてね、何も言えないという状況ですね。なるほど、採点的にはパヤオが有利ということであります。そうするともう残すところがこのラウンドを含めて4ラウンド、渡辺はなんとかポイントの挽回をしなければなりません。パヤオの右であります。左抱きかと思いましたが右も強いパヤオであります。さすが WBC のチャンピオン、タイが生んだ5人目の世界チャンピオン、7人目の世界チャンピオン、5年ぶりの世界チャンピオンであります。モントリオールオリンピックで銅メダルを獲得しました。その時は目の怪我で準決勝に進出できなかったということを言っておりました。タイでただ一人の史上ただ一人のメダリスト、このパヤオ・プンタラット。第9ラウンドもパヤオが得意の左右を顎に決めます。しかし渡辺ひるまず、渡辺はあそこから手を出したいですね。そうですね、あの大きいですから相変わらずね、あのパヤオのだから相打ちでもいいんですけどね、細かいの打てればいいんですけどね、渡辺の左のストレート、ショートで顎を捉えました。ワンツーはかわしました、パヤオ・プンタラット。 WBA の世界チャンピオン渡辺二郎、サウスポースタイル、右のストレートはうまく当たりました。あ、ボディアッパーから右フック、早尾。渡辺が今日はまだほとんどボディーブロー打てませんね。そう、さっきのほどのストレートですね、あのストレート、はい、ボクテンのストレートですね、あれが当たったんですがね、ああいうパンチ打てたら面白いですね。それからあの渡辺君のいつもの当たってからの右アッパーですね、右アッパーの右フック、お互いに至近距離での打ち合いだ。場内が歓声が大きくなってまいりました。大阪城ホール、ボディアッパー、さあ打ち合いに出るか渡辺、第9ラウンド勝負、勝負をかけるか、ここでゴング、ここでゴングであります。最後の15秒の勝負にかけました渡辺でありますが、原田さんの採点は10対10、小林さんは10対9で渡辺が取っております。今日は世界チャンピオン同士の対戦ということでリングサイドが10万円という値段でありますが、ご覧のように大阪城ホール満員の配信で決まりました。真夏の世界チャンピオン同士の決戦、こちらが WBC のチャンピオンパヤオ・プンタラット、 WBA のチャンピオン渡辺二郎、残すところ3ラウンドとなりました。この世界タイトルマッチ、渡辺が攻める、やっと渡辺が攻勢に出ました、ね、渡辺思い切ってパンチを放ちます。やはりこのラウンドあたりもう渡辺は勝負に出なきゃいけません。もうだって12回ですかね、はい、15回と思っちゃいけません、12回ですから。だから自分でも分かってますからね、もうこの回3ラウンドもう打てますから一旦はいいですね。今まで15回の世界タイトルマッチを何度も経験した WBC の WBA のチャンピオン渡辺、一方の早尾は12回戦をやった経験がわずか2回しかありません。
WBC のタイトルを昨年11月に獲得して、この3月に防衛に成功したカヤオ、このカヤオに対して渡辺が攻勢に出ます。第10ラウンド、カヤオのまた眉間から一筋血が流れてまいりました。渡辺の左目の血は止まっております。今日は第1ラウンドから積極的にボディーブローを打ってまいりましたカヤオ、ちょっと想像をできなかった一面もあろうかと思います。渡辺、よくカヤオはとにかく顔面へのパンチはうまいけれどもボディーはうまくないと言われてましたんでね、予想外にボディーブロー、これが秘密の兵器だったんでしょうか。一発一発に思いっきり力を込めるカヤオ、おっと右のストレート顔面を捉えました。カヤオの右のストレート、長いパンチ、渡辺もこれでね、やっぱり相手を渡さなきゃいけないですね。向こうも疲れてますからね、はい、やっぱりここで打たしちゃうとまた乗らされちゃいますからね、乗りますから調子に。お互いに疲れたところが勝負なんですよね。そうですよ、ね、15回と違いますから、12回ですからね。いずれにしても日本対両国で初の世界チャンピオン同士の一戦、第1ラウンドから緊迫の連続であります。非常にボクシングの上手いカヤオ、一発の強打に期待をする渡辺、これどこかにやっぱり渡辺君がですね、挑戦者っていう気持ちがないとダメですね。ああいう手は勝てません。そうですね、はい、今のような攻撃がいいわけですね。カヤオが少し口を開くようになりましたか。カヤオもちょっと疲れてるような感じがするんですが ね、 でも頭が入ってきますからね。先ほどまであの手数も少ないし、はい、スピードもただ思い切って打つだけですからね。左のストレート、渡辺の左が当たったところでこのラウンド終わりました。このラウンドの採点は原田さん、小林さんともに10対10の互角であります。さてそれでは前のラウンドの渡辺の攻撃をスローでご覧いただきます。渡辺が本当にそうですね、こういう攻撃をしていれば、カヤオもなかなかね、こう入ってこれないし、そうですね、いいわけなんでしょうけどね。カヤオ持ってきますしね、疲れてきますから、僕はこの2回がね、もう勝負ですよ。だからもうこの本当にですよ、この回とあと12回、勝負だと思いますよ。放送席の高尾さん、はい、パヤオサイドもね、もうこれからは勝負だ、タイの国王がついてるぞという声援も飛んでますね。ああそうですか、タイに今衛星中継されておりますこの試合、あるいは国王がご覧になっているかもしれません。来日の時も国王の肖像画を持って、空港を降りてまいりましたこのパヤオ。アマチュアで鍛えた正統派のボクシング、しかも間合いの取り方の絶妙のうまさ、この辺がやはりアマチュアで、銅メダルを取ったうまさなんでしょうね。原田さん、そうですね、いや、うまいですね、チャンスに見るとね、それからストレートもいいし、ただ渡辺君の今日のね、はい、僕ちょっと感じたんですけどね、ストレートを打つときね、左足をやっぱり前に出しちゃうというか、だから預けちゃうから、だから次の返しができないっていう場合も多いですね。左のストレートがちょっと渡辺は長すぎますか ね、ね、もっとショートで打って右のフックを返すと、そうですね、いうところが、はい、期待したいところですね。大前みたく軽くですね、力を入れないで、ワンツースリーと打てるといいんですけどね。左のストレート渡辺、しかし単発、体がだから調子いいときって思い切って倒そう倒そうって気がありますからね、そういうのがありありと見えてる感じでしたね今まで。本当にしかし試合前の状態というのは、カヤオの方が軽量に一度失敗をしたと、渡辺の方は一発でパスをして絶好調という感じがあったんですけれどもね、やはりね、試合をしてみなきゃ分からんですよね。ああ見当たりました、渡辺の右のストレート、ナイス。いや、これ渡辺を見ちゃいけないですね、ここで見ちゃいかんですね、そうですね、パヤオがじわじわと行きますからね。これは渡辺としてやはりパヤオのカウンターがあるんで入れないんでしょうかね。いや、それもそうですね、ストレートが怖いからですね。でもそれほども良くないですよ、前みたいなあれはないですけども、やはり頭にそれがあったらもうできないですね。はい、はい、高尾さん、はい、渡辺サイドもね、このまま判定だと負けるだということでね、もう5歳を出しっぱなしなんですけどね、
渡辺の方が動かないということですかね。そうですね。29歳の渡辺二郎、27歳のパヤオ、試合は第11ラウンド余すところあと30秒となっております。さあ渡辺が連打をしました。コンビネーション、おっとパヤオの体が流れた。渡辺チャンス、渡辺チャンス。以前の渡辺だったらここで行くんですけれどもね、はい、ちょっといけないですね。場内大きく盛り上がっております。渡辺ここで期待に応えたいところ。渡辺の右、右腹、左、右腹、相打ちの右、しかしパヤオが一発返した。ここでゴング、ここでゴングであります。第11ラウンド終わりました。このラウンド10対10、小林さんも原田さんは、原田さんは渡辺がワンポイント取っております。世界タイトルマッチ最後の3分になっております。赤コーナーの渡辺、そして青コーナーの WBC の世界チャンピオン、世界ジュニアバンタム級チャンピオン、早尾プンタラット。さあ最終回、さあ、いやいいですよ、始まったんだから。もう泣いても笑ってもこの3分間、渡辺の KO 勝ちに期待をする大阪城ホールのファン、大きな声援を飛ばしております。渡辺も15回やってるんですからね、もう12回ですよ。3番目を抜きて全部3分間にかけたらいいですね。そうですね、3分間になりそうだ。最終回、早尾も負けておりません。渡辺が打ち合いに出る。しかし早尾よく打ち返しますね。非常にあの打たれてもすぐ打ち返す。渡辺の右、また右だ。早尾の右もいいですよ。ボディーブロー、左のアッパーを返した。最終回、激闘であります。両選手12回と短い試合とはいえ、両選手気力根性を尽くした激闘。四角いジャングルの中、チャンピオン同士の戦いが続く。右のフック、早尾の右のフック、冷静に間合いを取るボクサータイプの早尾プンタラット。渡辺は間合いを詰める。最終回もあと1分20秒になろうとしております。早尾の思い切った強打でありますが、これはかわしました。渡辺は得意の右フック一発を狙っているか。渡辺は右フックが当たるか。おうおう、ワンツー、渡辺のワンツー。しかし早尾も打ち返す、早尾も打ち返す。12ラウンドの決闘、さあ打ち合い、相打ちです。じゃあそう、いや、これで渡辺行かなければダメですよね。ラストですね、もうね。そうですよ、時間は刻一刻となくなっております。おうおう、あった、当たった、最後の最後、土壇場であのすごい攻撃、これは本当に見応えがありましたね。さあどうですか、渡辺か、判定は渡辺、判定は渡辺、渡辺の判定勝ち、渡辺統一チャンピオン、WBC のタイトルも取りました。
渡辺二郎。両者譲らぬ戦い、最終的な WBC 3人のジャッジは渡辺の勝ちとしました。WBA とそして WBC のタイトルも合わせて取りました渡辺二郎。場内では認定証の授与が行われておりますが、ジャッジの3人の採点をご紹介いたします。まずヤングさんが116対113で渡辺の勝ち、それからフィリポさん、この人はアメリカですが117対112で渡辺の勝ち、もう一人のイタリアのベルチニさんが115対116、これはファヤオの勝ち、2対1スプリットデシジョンですね。そうですね、やはり際どい判定ですよこれはね。はい、放送席、はいはい、渡辺選手のインタビューです。渡辺さん、これで真の世界一ですよ。はい、よかったです。どうでした今日の試合は。あ、一戦一戦厳しいですけど勝ってよかったです。皆さんが応援してくれたことです。どうもありがとうございました。パヨ選手はどうでしたか。パヨ一発抜いてましたからね。僕もカウンターの前にいることで入るのが怖くてね、ああいう展開になりましたけど勝ってよかったです。勝因は何だと思いますか。やっぱり応援ですね、皆さんの。はい、ありがとうございます。さあ、こうなると次の目標は2階級制覇、バンタムへの挑戦という話もあるんですが。はい、ダビラってスターです。はい、本当に真の世界チャンピオンおめでとうございました。どうもありがとうございます。採点は場内でも今発表されておりますが、結局2対1をもちまして渡辺二郎が WBC の新チャンピオンとなりました。これで WBA と合わせまして統一チャンピオンになったわけであります。さあ原田さん、はい、原田さんの、はい、今日の試合に対する印象ちょっと聞かせてください。そうですね、渡辺君は前半って言いますかね、10回ぐらいまでやはりいいペースでパイアのペースで来ましたね、はい、で僕は最終のですね、11回12回ですね、渡辺君が取ったことでね、僕は4回後取ってるんですよ。僕の判定全く引き分けなんですね、はい、でもやはり最後の追い込んだね、やはり15回の経験が物語ってですね、最終に追い込んだってことがやはり勝因につながったんじゃないんですかね。小林さん一言どうです、はい、前半ねちょっとの渡辺君悪すぎたですよね、出ていかなくて待ちすぎたですよね。そこはね、逆にパヤオが攻め込んできてね、渡辺君の右ストレートですね、渡辺君のそういったものでね、前半はやっぱりパヤオ、後半は渡辺君ですね。なるほど。いや、それにしてもすごいチャンピオン同士の一戦でありました。お楽しみいただけたと思います。